元彼と復縁したいです。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。アモーレさん、54歳女性、元彼と復縁するにはどうすればいいでしょうか。これも多い質問ですね。多分こういうふうに考えている方っていうのは世の中にものすごいたくさんいるんじゃないかなというふうに思います。私全て同じです。考え方はアウトプット大全に全て大体コミュニケーションの方法とか人生の生き方とか全て書いてあるんですけど、インプットアウトプットフィードバックを繰り返すことで人生がうまくいくっていうのがアウトプット大全のコンセプトね。だから何か物事に失敗というアウトプットが出たってことは、それに対してフィードバックをしっかりしなさいってことなんですよ。だから恋愛が失敗したってことは何かしらの原因があるわけですね。あなたにもあるし相手にもあるかもしれない。じゃあ自分としてどこが悪かったんだろう、あるいは相手のどういう悪いところがあったんだろうということをもう一回きちんと洗い出して、特に自分にどういう悪い部分があったのかということを観察してきちんとフィードバックしていかなきゃいけない、見返していかなきゃいけない。逆に自分がこうこうこうだったらじゃあうまくいったんだろうかというようなことも考えて、改善点というトゥードゥですね、どうしたらいいのかっていう部分を考えていかなきゃいけない。これは別に復縁するし何か関わらず恋愛でうまくいかなかった場合は全員やるべきだと思いますね。そうじゃないと同じ失敗を何回も何回も繰り返す。よくは女性とかであるのはダメンズみたいな人と付き合ってまた別れて、また前の男と同じようなパターンの人と付き合ってまたそこで別れてってことをずっと繰り返しているような、そういう話ってよく聞きますけど、それってフィードバックがないとそうなっちゃいますよね。なぜ失敗したのか、なぜうまくいってないのかってことをよく考える。そこでその失敗をもとに何がしかの自分の努力なり学びなり性格を少しこう変えていくとか、もっとよくコミュニケーションを取るようにするとか、何がしかのこの自分が変わっていくことによって初めて成長っていうのが起きて、次の恋愛でうまくいく可能性が上がっていくわけですね。この場合はフィードバックしたら、その自分でこう変わっていかなきゃいけない、もっと自分をこう変えた方がいいっていう部分をインプットしてさらに変えていくっていう作業をやるってことです。元彼と復縁したいですっていうことなんですけども、今のあなたが昔の別れた時と同じ状態であれば絶対復縁することはできないんじゃないかなと思います。なぜならばその時の状態のあなたに対して NG を出してるわけですね、先方は。だから今それとは同じ状態のあなたが彼の前に現れて復縁してちょうだいって言っても、それはもう NG ですね、どう見てもね。だから復縁できる可能性を高めるためには、さっき言ったフィードバックの部分をしっかりして、あなたがもっと素敵な女性にね変化しているとしたならば、また可能性というのは変わってくる可能性がありますね。昔のあなたと違うあなたに変わって、もっと素晴らしい素敵な人にね慣れていたならば、私の言葉で自己成長して変化しているのであれば、相手の気持ちも変わる可能性っていうのはありえますよね。だから元彼と復縁したいのであれば、自己成長し違うレベルに進化するというか、そこが一つ必要なんじゃないかなというふうに思いますね。それがあった上で初めて復縁したいですっていうことを、言うか言わないかとか、そういう話になってくるんだけど、自分自身が変わらない限りは以前と同じであれば同じ評価が下るというふうに私は思いますので、この失恋をきっかけにですね、ぜひ自己成長して、成長したと思ったら再チャレンジしたらいいんじゃないかなと思います。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。